こんにちは、シンガーソングライターの佐藤ひろこです。栃木県からは自慢のご当地食材を使ったレシピをご紹介していきます。その自慢のご当地食材というのがこちら、じゃじゃん、かんぴょう。栃木県はかんぴょうの生産が日本一、さらには国産かんぴょうの 98% が栃木県産なんです。私はシンガーソングライターの傍ら、かんぴょう大使、そしてかんぴょう福部振興の会の理事を務めさせていただいていますから、かんぴょうのことなら私でしょう。今回は郷土料理からオリジナルレシピまでを毎日7日間連続で皆さんにお伝えしていきます。まずは下処理をしていきます。しっかりと塩もみをして15分ほど水で戻すと、こんな感じになりました。だいぶ広がったかな。塩もみをして戻すっていう工程を踏むと、かんぴょうになる前の福部を干した状態のこういう紐状に綺麗に広がるんですね。たっぷりの湯で20分から30分ぐらい茹でてください。お好みの柔らかさになるまで下茹でをして早速調理スタート。かんぴょうって言ったら皆さんかんぴょう巻きしか知らないんじゃないでしょうか。初日なので味付けかんぴょうを作ってみたいなと思います。水を入れた鍋に調味料を合わせて程よい長さに切ったかんぴょうを煮詰めていきます。完成しました。味付けかんぴょう1品目。我ながらめっちゃ美味しくできた。おいしい。2日目は栃木の郷土料理を作ります。栃木のかんぴょうは江戸時代に二部藩を治めた鳥居忠輝が現在の滋賀県溝口からかんぴょうの種を取り寄せて栽培したのがきっかけで広まったと言われています。300年以上続く栃木の郷土料理がこちら、かんぴょうの卵とじ完成。あったまる。おはようございます。今日は朝食を作っていきます。3日目はかんぴょうを切ってパンに乗せて焼くだけの簡単レシピ。食感が結構出るのでお肉の代わりになるというか、味付けかんぴょうです。こっちのレシピはかんぴょう農家の奥さんに教えてもらいました。完成です。かんぴょうトースト、こっちがピザでこっちが照り焼き、味付けかんぴょうにマヨネーズとチーズ。じゃあピザトーストの方から。おいしい。もう一つの方の味付けかんぴょうをトーストにしました。やっぱりこれめっちゃ美味しい。4日目、作ってく。野菜と戻したかんぴょうを切ってオリーブオイルと塩コショウ、レモンやお酢で和えるだけの超簡単レシピ完成。かんぴょうのマリネ、美味しいやつ。我ながら天才的美味しさ。5日目はお野菜とかんぴょうを適当に炒めただけのレシピ完成です。かんぴょう野菜炒めいただきます。野菜炒め、かんぴょうは油との相性がすごいいいんですよ。6日目はお酒のあてを作っていきます。下味をつけたかんぴょうに片栗粉をまぶして油で揚げると、完成。無限かんぴょう竜田揚げの完成。おいしい。いや無限だ、食べちゃうな。これ豚肉があったのでステーキを作ってみたいと思います。ステーキと言いつつ豚バラを使った節約レシピ。豚バラとかんぴょうを交互に挟んだら焼いていきます。そろそろ焼けたかな。焼けてた。
同じ鍋でケチャップベースのソースを作ってみました。できた。豚バラとかんぴょうのミルフィーユステーキです。いただきます。わー、肉汁すごい。かんぴょう汁かもしれないけど、おいしそう。見てこの断面、綺麗なミルフィーユになってるじゃないの。うん、柔らかい。うん、なんか半分かんぴょうだから柔らかいのか。このあふれんばかりの肉汁見て、じゅわー、うん。さあ、ということで7日間毎日かんぴょう料理を作って食べてきました。途中飽きちゃうかなって思った日もあったんですが、意外にいろんな料理に適応対応できるのがかんぴょうの魅力だよなと思いました。そう、かんぴょうはかんぴょう巻きだけじゃないんです。国産の美味しいかんぴょうはほとんどが栃木県産です。美味しい栃木のかんぴょう、ぜひ皆さんも召し上がってみてくださいね。かんぴょう大使のシンガーソングライター佐藤ひろ子でした。バイバイ。